のお話をいただいたときに、もうやらないっていう考え、自分の頭の中で、浮かばなくて、今の自分が、できるすべてをこの作品にかけたいなと思いまして、稽古を経て、今こうやって舞台稽古、今日で終わったんですけども、なんか本当にこの作品に出会えてよかったなって、今、心から思えてます。そして相手がエリさんで本当に良かったなと思ってます。なので、たくさんの方に見ていただきたいので、ぜひ劇場に足を運びいただきたいと思います。私は11年前に実はこの作品をやらせていただいていて、すごく思い入れが強かった作品で、いつかまたできたら嬉しいなと思っていたのが、11年越しでこういった形で叶うことになって、でも、もう全く違う新しいラスト5イヤーズになっていて、私も挑戦することだらけで、毎日本当に刺激と楽しみと、そんな日々を過ごしてました。もうシンプルに見に来てくださいってびっくりマークみたいな気持ちで今ここにいます。ぜひ宣伝よろしくお願いします。ただ今、満田晃はですね、この後に行われるギネプロのことで頭がいっぱいで気もそぞろでございません。それぐらい難解な楽曲だったり作品に挑戦できることを本当に幸せに思っていますし、この今だからこそ持てるパワーというものがこの作品に含まって、それをこの2021年バージョンのキャストでできるということを本当に幸せに思っております。たくさんの方にこの演目が届けるように、一公演一公演誠意を持って大事に立ちたいと思いますので、皆さんぜひとも宣伝のほどよろしくお願いします。今日、僕らケネで、初日という前日に非常に緊張とこういろんな思いがあるんですけども、でもそれだけこの作品をやらせていただくことにやりがいを感じています。もともとこの作品大好きで、ジェイソン・ロボート・ブラウンの作る楽曲も大好きだったので、参加させていただけて本当に嬉しく、今まだ必死にもがいている途中なんですけれども、3組とも全然違う個性で、この作品は全く別物という形で、お客様にお届けできると思うので、できれば3組ともいかがでしょうかっていう感じで頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回この作品で一番楽しみにしていたことはですね、小林さんと一緒に作品を作れるっていうところだったんですけれども、すごい感覚的なところでしかいつも稽古を自分はやってこれてなくてだってわかんないんですけど、感覚的に稽古をしていくことしか自分的にはできないんですね。でその感覚的なところを言葉じゃなくて、なんかなんとなくで小林さんとつながり合えてるような気が、なんか2回過去にやらせてもらったんですが、そこで自分的には感じていて、今回もあんまり作品についてどうこうっていうよりかは、なんか宇宙の話とかしながらここまで来れたので、なんか本当に楽しく作品作れたなと思います。そしてそんな感じでついてきてくださるかのちゃんもいて、でなんかすごい感覚的な人と一緒にいること多かったから、なんか気持ちすごいわかりますとか言ってくれて、なんかいい感じで稽古が進んだので、本番が来るのが楽しみだなと思っております。頑張ります。よろしくお願いします。本当にたくさんの方に愛されているこの作品が、小林さんの新演出によって本当に新たな魅力を放っているなというふうに感じております。本当に満曲揃いで、私にとってはカラスと小林さん初めてのラブストーリーということで、本当に挑戦が多いんですけれども、俳優としてこんなチャレンジができることを本当にありがたいことだなと思っております。5年間という時間に人生のきらめきがギュッと詰まった素敵な作品だと思います。平和さんと一緒に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。全員にとっても、僕木村達成にとっても本当になんだろうな、欠かせない存在というか、いてほしい人ですね。なんかこの作品の中で1曲だけ、ね、目を合わせて愛を誓うシーンがあるんですけど、初めて目を合わせた時の彼女の衣装が本当に素敵で、なんかそのよくあるじゃないですか、奥さんがドレスを着た姿を見て泣いてしまうというか、そんな感覚を初めて体感したというか、ビビッときましたねという印象でございます。
私も本当に頼りになっているというか、こっちが頼りにしてますよ。なんかやっぱりすごくミュージカルの経験でいうとたくさんでも勉強になることばっかりで、そんな感じで、でもね、やっぱシュッとしてるんですけど、なんか日に日に奇想天外な人になって楽しく過ごしてます。ちょっと喋るといろいろギャップがある面白い方ですよね。そうですね、っていう印象です。はい、楽しくさせてありがとうくれて、ありがとうございます。でもなんか、体が綺麗じゃん。体が綺麗。なんかね、俺とカムちゃんで話してるのすごいこう体でも表現してくれる。二人のこの首のタイミングがすごい合ってたとか。何の違和感もしない。違うね。あ、そうなんだ。気が合うってこと。気が合うってこと。そういうところが。エネルギッシュに行きたいって思う。エネルギッシュって。ファッション、あ、自分たちでも恥ずかしいね。なんか逆に他の人に聞いていただきたい。でもなんかそのエネルギッシュ なんかそのお互いのパワーをお互いがこうし合っている感じっていうのはとてもなんかコンちゃんとやっていて、よろしくお伝えするとか、唯一一曲歌うシーン、歌うシーンとかでとてもそのパワーを感じてそれに返していくっていうのはとてもなんか尊い時間だなっていうのは思っていて、それが魅力というか思うな。さっきのカオリちゃんが2人で剣に行ってるところがすごいなんかグーッと言ってる感じがいいよって言って言ったから熱烈に愛し合ってる。ありがとうございます。そんな次はダメで頑張ります。頑張ります。見守っていきたくなる2人だねみたいなペアになったなっていう感じは自分たちでもします。で、劇場入って他のペアを見させていただくと形で言うとなんか四角三角丸みたいな感じ、わかります？なんとなくわかります？この感じ、四角三角丸っていう感じのペアになったなと思ってます。わかります。なんか、ひろまさんのジェイミーが、ジェイミーは結果的に浮気しちゃうんですけど、なんか平間さんのジェイミーを見てるとなんか許してあげちゃおうかなみたいな、なんか許しを してあげようかなっていう、本当すごいなんか女心に刺さるジェイミーを見てらっしゃるので、なんかそういう愛情深さがそういうのいい感じにつながっていると思います。はい、とにかくこの音楽の美しさと劇構造の珍しさということに話題がよく行く作品なんですけれども、20代の若い男女がですね、これから自分の人生を築き上げようとしている若者たちが愛する人のこともそして自分の夢のことも、夢に対してすごく強い思いを持ちながら自分に嘘をつくことなく本当に一生懸命生きているからこそ、一度とても愛し合ったのにすれ違いも生まれているというようなことが描かれているミュージカルです。今ですね、なかなか会いたくても人に会えないということが続いておりますけれども、顔は見てないけれども誰かのことをすごく思っている姿っていうのがあちこちで見受けられますが、その人を強く思う気持ちというものが人を生かすんだなということを改めてこの演劇作品を通してしみじみと感じました。ですので、この作品はですね、多分既婚者の方は特にあ、分かるっていうことが非常に多い作品だと思いますし、まあ既婚者でなくてもですね、出会いと別れを経験したことがある人であれば自分の人生に照らし合わせながら、見ていただける作品にもなっていると思いますので、ぜひこのオルタナティブシアターまで足をお運びいただけましたらとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。